岩田美久は中央競馬立東トレーニングセンターの騎手。兵庫県出身。父は現 JRA 騎手の岩田高生。2000年5月31日、当時その田競馬所属だった父、岩田高生の次男として生まれる。幼い頃から父の背中を見て育ち、騎手を志す。競馬学校入学までに豊富な乗馬経験を積んだ。2016年に、 競馬学校騎手課程に入学。2019年2月、競馬学校騎手課程を卒業。2019年3月に、藤原秀明旧社から騎手デビュー。3月30日の阪神 5R をポップフランスで制し、デビューから36戦目で初勝利を挙げた。5月23日のその競馬場、第 10R の JRA 交流戦、稲川特別では、 父の騎乗場に1、2二場審査でセリ勝ち、中央も含めて初の親子ワンツーフィニッシュを父のフルスで決めた。2019年6月30日に行われた CBC 賞で自給者のラベンダーバレエとコンビを組み重賞初騎乗を果たした。2020年12月5日、中京 1R をバイオレットジンクで勝利し、JRA 通算100勝を達成した。 目標とする機手は父である、岩田恒生。夢は、日本だけでなく海外でも活躍し、どの国からも依頼が来るような機手になること。岩田望らいの年度別成績を参照。ありがとうございます。